あ、張り出されてますね。10億円って書かれています。今北海道に幸運の女神が舞い降りています。高額当選が出たのは函館市の宝くじ売り場、湯の川イオンチャンスセンター。一口300円で7つの数字を選ぶロト7で、先週1等10億円の大当たりが出ました。10億って見るたびに何回も鳥肌立ちました。ゼロかどりません。1、10、100、1000万何個なのって、そう、9個って、そう、はい、1から37までの数字の中から7つの数字を予想して自分で選ぶロト7。しかし今回当選者が使ったのはクイックピックというコンピューターが自動で選んでくれる方式でした。つまり正真正銘この店が当たりの数字を弾き出したのです。今ここに幸運の女神が舞い降りているっていうことですよね。そう、信じてます。ちょっとじゃあ僕も一口、はい、そのクイックピックでお願いします。はい、かしこまりまして、こちらの方ですね、300円と申し込みカード1枚お預かりいたします。いやー、10億当たったらどうしましょうか。実はロト7で10億円が出たのはこの売り場だけではありません。今年2月、伊達市でもロト7で道内初となる10億円の当選が分かっています。わずか半年で2度の10億円。今月13日からはサマージャンボ宝くじの発売も始まります。次は誰のもとに幸運の女神がやってくるのでしょうか。